お疲れ様です。前田です。本日はこちら動物変形フィギュアアニマベッドのご紹介。はい、今月発売のガシャポンにこのアニマベッドっていうのがありましたので、ネットで探してみてコンプセットを買おうと思ったんですけど、こういう形でですね、すでに過去に商品化されてたアイテムだったみたいで、えー、これはですね、 動物に変形するアルファベットということで、今これアースと地球ですね。え、E、A、R、T、H のアルファベットが並んでるんですけども、これがですね、動物モードとアルファベットモードに変形するというですね、面白いおもちゃでございますね。裏は、はい、このようになっております。だからガシャポン版とはちょっと違うんでしょうね。ただ、えー、コンプセット探してたら、これしか出てこなくて、とりあえずこれを買ってみました。 写真を見た感じだと同じっぽいんですけど、大きさとかが違うかもしれませんね、ガシャポンと。 はい。そして動物とですね、文字に変形すると言われて思いついたのがこのあたりの戦隊のおもちゃですね。獣王ジャーの獣王キューブだったり、シンケンジャーのですね、この折り紙ですね。こっちが近いのかな折り紙は、えー、漢字のエンブレムモードと、あとは動物モードに変形できますね。で、獣王ジャーの獣王キューブの方は、キューブと動物に変形するということで、結構このアイテム、 と、えー、似たようなコンセプトなのかなと思いまして、ちょっと一緒に並べてみました。ということでこれ開けていきます。アルファベットからどんな動物が生まれるかなぁということで、はい、出しました。こんな感じですね。アース。そしてこれ付属品ですね。説明書と、えー、このような、えー、カードですね。ハリネズミ、ヘッジホック。こういった感じで、あ、だから H か。そういうことか。なるほど。 あの、ちゃんとこの動物の文字の頭文字に変形するんですね。これ知らなかったな。はい。説明書の表と裏ですね。あ、なるほど。3つのチャレンジをクリアしようということですね。はい、こういうやつだったり。あとは、えー、この5体のですね。はい、カードですね。エレファント、アルパカ、アルパカの絵。ラビット、タイガー。 え、チョークこの、A、5つの文字が入っておりますね。これ A から Z まで全部展開してくれると面白いんですけどね。そんなに動物は対応してないかな ?A から Z まで。ということで1個ずつ見ていきましょう。E が <laughs> 置き方が逆でしたね。こうでしたね。はい。これがエレファントの E でございます。こんな感じ。はい。非常に軽いですね。プラスチックでできてるのかなはい。で、これは動物モードにしようとすると、 時計回りに90度傾けまして、両耳を開きます。はい。おお簡単簡単。パタパタと開いて、で、尻尾もあるんだ。尻尾。尻尾を出して、で、鼻の角度を変えてあげて。おー、すごいはい、像ができました。エレファントの完成でございます。本当に文字のいいからですね。見事に動物に。 変形しましたね。像でございます。かわいいですね。で、像といえば、はい、ちょうどここいますので、ここで遊んできましたかね。キューブエレファントですね。いやー、この1王オージャーのおもちゃね、よう遊びましたよ。出た時。ミニプラめちゃくちゃ遊んだ記憶がありますね。はい。ということで、10オージャーの、はい、キューブエレファントと比べるとこんな感じですね。 アニマベット面白いですよ。変形すごい簡単だし。で、これ元に戻すんだったら、尻尾畳んで、はい、お花を畳んで、耳を畳むと。そして90度戻せば、はい、アルファベットの E に戻りますね。非常に簡単でございます。続きまして、A でございます。アルパカの A ですね。表裏はこんな感じになっておりますね。で、アルパカの変形は、両方の蓋をまず、 これですね。これをパタパタと開きまして、はい。もう顔出てきましたね。で、首を立てる。はい。おー、すごい。で、尻尾と両足を出して完成ということで、尻尾がここにあるのかなこうか。はい。尻尾が出て、で、両足も下から、はい、このように出てきまして、はい。アルパカ完成。すごいね。よくできてますね。はい。 こんな感じでございます。かわいいですね。アルパカのおもちゃはちょっと僕これしか持ってないので、並べるものがないんですけど、非常に可愛らしいですね。はい。皆さんアルパカは見たことありますかはい。こんな感じで。え、すごいですね。ちゃんと動物になりますね。じゃあ元に戻します。足を畳んで、尻尾をしまって、で、首を畳んで、このカバーを はい、起こせば、よはい、A に戻りました。よくできてますね。はい、続きまして、R でございます。ラビットですね。こんな感じで、裏向けると、もうがっつりウサギさんが、<laughs> 顔が見えますけどね。はい、これの変形の仕方はですね、まずは、この向きにしまして、で、頭から体を引き出すと、方法。どういう風だあ、こうか。ここを、よ ちょっとこう硬いかな。はい。あなるほど。スライドになってるんだ。こう出しまして、で、前足が、ここに隠れているので、回してあげると、おすごい。できました。うさぎが完成です。R ですね。ラビットが完成でございます。はい。こんな感じで。 すごくよくできてますね。簡単な変形で面白いですね。で、うさぎのこのジュオージャーと、えー、シン真剣ジャーにはいませんが、特命戦隊ゴーバスターズのバスターマシンのですね、RH-03 でしたっけあれはうさぎモチーフでしたよね。はい、ということで元に戻しましょう。前足をしまって、で、体を中に収納して、ひっくり返せば、はい、R に戻ります。面白いですね、すごい。 続きまして t ですね。タイガーでございます。もうすでにあの虎の顔が見えてますけど、こんな感じですね。はい。そしてこれを虎に変形させるには、両方の後ろ足を開きます。これかなあここ、ここ、パタパタと。おすごい。開いて、こうですね。尻尾を出します。尻尾、尻尾。あ、これか。尻尾を、なるほど。グイーンと。 おわ、すごい。出して、で、頭を前にスライド。スライド引っ張るのあ、できた、できた。あ、できた。はい。はい。タイガー。完成でございます。すごい、本当よくできてますね。このようになっておりますね。いや、すごい。で、タイガーといえば、はい。大好き。僕の大好きな、獣王タイガーの、アムちゃんが操縦する、えキューブタイガーでございますね。えー、っと、動物モードに、 変形させまして、はい。こっちは白子ですね。で、これは普通のあの黄色い縞模様の虎でございますが、並べるとこんな感じですね。で、面白いですね、このおもちゃ。じゃ、元に戻しましょうかね。え顔をスライドさせて、尻尾を収納、そしてここをパタパタと戻してあげれば、はい。 はい、t に戻りました。いや、本当に面白い、このおもちゃ。はい、最後は h でございます。ハリネズミですね。ヘッジホックの h ということで、表と裏はこんな感じですね。はい、ここなんとか h に見えてますけども、裏は完全に動物感が漂ってますね。じゃ、これをですね、えー、ハリネズミにしていきますね。まずは背中のトゲと頭を開きますと。こっちか。背中のトゲあ、これか。トゲを、 はい、このように立てて、で頭を出す。はい、はい、はい、はい。こうね。いいっすよ。で、これで、裏側を見て、尻尾と両足を出すと、尻尾。これ尻尾ちっちゃい尻尾が出てきました。可愛いいですね。で、両足。両後ろ足か。後ろ足を出す。あ、こうですね。はい。このようにして、 両前足と両側面の棘を出して完成。こうですかこうして、棘を出す。あ、これか。はい。これを、ぐるっと回してあげて。おお、すごい。はい。ハリネズミ、ヘッジホックの完成です。めちゃくちゃ可愛いよ、これ。<laughs> よくできてますね。ちゃんと、ハリネズミですもんね。これ、棘がないとちょっと亀に、 見えますけどね。タートルはい。なんですけど、ちゃんとこうトゲがあることによって、特徴的なですね、ハリネズミの、おシルエットが、できてますね。すごいですね。で、ハリネズミのおもちゃってあったかな仮面ライダービルドの、あの、ヘッジホック4もありましたよね。ファイヤーヘッジホックか。 あれぐらいしかちょっと今思いつかないですけど、ハリネズミの戦隊のおもちゃあったかな。ということで、はい、ハリネズミこんな感じでよくできてますね。元に戻すの時は、はい、トゲをしまって、頭をしまうでしょうで、足を戻して、で、トゲも、はい、戻すと。後ろ足が、いつの間にかしまってましたけども、出てたら収納して、そして尻尾をしまえば、はい、アルファベットの、 H に戻りまましたねねやすすごい本当よくできてます、ね、はい、ということで動物変形フィギュアアニマベットのご紹介でございました。アルファベットモードと動物モードのですね、2モードに変形するということで、えー、戦隊のおもちゃのですね、はい、雰囲気を感じましたので、一緒に並べてご紹介したんですけど、いかがだったでしょうか。非常に変形もですね、簡単で、アルファベットモードと、 はい、動物モードにですね、変形することができますので、小さいお子さんから楽しんでいただけると思いますので、はい、ガシャポンで売ってるんですよね、今月から。なので、もし見かけたら、一回回すとですね、どれか一個は手に入ると思いますので、試しに遊んでいただいてですね、面白かったら、まあ、コンプセット買っていただくなりしていただければと思いますね。ちょっとガシャポン版とこの、えー、セット版 あの、多少違いがあるかもしれませんが、ちょっと僕、ガシャポン版の方は持ってませんので、もし、え、ガシャポンマシーンで見かけたら1個買ってみて、ちょっと比べてみたいなとは思うんですけれども、はい。ということでですね、これ、A から Z まで、もし全部揃ったら、正さとし前田っていう風に、アルファベットを並べてみたいですよね。ということで、以上でございます。お疲れ様でした。前田でした。じゃんけん祭りだ最初はグー じゃんけんポン俺が出したのはチョキに当たる剣だグーに当たるハンマーを出したやつの勝ちだ悩みなんざ吹っ飛ばせうわ <laughs> 再現戦隊マサとシマエタの活動はメンバーシップ加入の方々、チャンネル登録をしてくれてる方々、いつも動画を見てくださる多くの皆様の応援によって支えられています。ありがとう もしかあの子が好きならば、てんててん。よろしくお願いします。前田でした。